こんにちは。今回ご紹介するのはこちらです。結構見てわかりますかね。提灯です。結構こちらは日本のお祭りとかでよく見かけるようなものなんですけれども、実際にどういうものかちょっと見てみたいと思います。では電気がつくので明かりがつくので試してみたいと思います。では行きます。見てください。どうですか？なんか癒されませんか？いやいいですね。ちょっとなんか夏感が伝わってきますね。かわいい。はい、という感じで、提灯は本当に日本ならではというか、もう昔からあるもので、なんですかね、懐中電灯みたいな感じで使ってたのかなっていうのもあるんですけれども、こういう感じで和紙が貼られていて明かりを灯すものになっているんですけれども、結構癒されるものになるので、もし日本で見かけてお土産とかに、お土産屋さんに売ってたら、ちょっとぜひぜひチェックしてみてください。では日本の旅行を楽しんでください。バイバイ。